着きます。妙見口駅です。緑が豊かです。妙見口駅から走っております。今日はランチ特集です。はい、暑いです。こっちに書いてある、うん、大阪府能勢町。ここから時刻は10時43分です、はい、ここは国道477号線です。はい、今までは何やったかというと兵庫県の川西市でした。おー、なるほど。はい、ここから大阪です。はい、危ないですね。はい、野間の大欅です。大欅です、はい、10時54分、はい、ここあの自転車を置けたりね、うん、あのベンチがあったりね、うん、いいついてますね。立派ね、うん、でっか、こうちょっと離れてるからいまいち大きさがわからんやろうけど、うん、こうするといかにこの契約が大きいかちょっと日に焼けちゃってね、小さくなったけどね。直径4メートル、幹回り14メートル、すごいな。すごいよ。樹齢1000年以上、すごいね。とかなんていうとこですか。道草野瀬さんに今日はお邪魔したいと思っております、はい、あのお惣菜十数種類とあのピザ、焼きたてピザが食べ放題で2000円というランチを提供されているそうで、はい、そのお店自体が築100年を超す古民家を改装してやられている、うん、いるということで、ちょっとあの店自体に行くのも楽しみですね。今日はモリモリ食べます。はい、8分前に到着しましたね、はい、ここですね。これは確かにすごい立派なお宅って感じ、うん、まあ、うん、あの民宿もされてるってことで、ね、うん、なんかね、農業体験もできつつ泊まれるとかいう、うん、道草さんです、はい、久しぶりに見たね。おお毎年来るじゃん。あれ去年の数の跡が左側についてるわ。 あらこれもまた風流な、うん、建物の中とかにいろいろあるみたいですね。ここよく冷えてます。よく冷えてます、うん、風通しがよくってね、さすが古民家、うん、あの家が息してる感じするね、うん、うまく風が抜ける。すごいね、懐かしい感じするね。トリオルだ。あ、ほんまや、うん、食べ放題のお酒のそうです。美味しそうやん、はい、あの残らせたらいけないので、うん、あの残さないけど、うん、あご飯とかもすっごい美味しそう、うん、お皿がここですね、こちらから、うん、あすごいおしゃれ、うん、いただきます。綺麗、これお花とかもめっちゃ綺麗
なります。はい、取ってきました。もうちょっと美しく盛り付けられるとよかったんですが、とりあえず全種類取ってきました、はい、おにぎりがこう2種類あり、あのピザが焼けるまでに時間かかるので、まあ、好きに取って食べれるという形式でした、はい、あのただし生きて食べると最後のデザートピザ3枚行きつけないので、デザートピザも3枚食べれるだけのお腹を開けておきましょう。ではいただきます、はい、いただきます。どうですか、お味は。どれが一番お気に入りですかね。高野豆腐。あ、高野豆腐、うん、あのすごい上品な味付けやね、うん、あの辛すぎず、これですねきっとね、うん、これを私もいただいてみたいと思います。大根の葉っぱがね新鮮、うん、うまみがすごい出てる、うん、このサラダのこのお花とかもね、もう目にも美しい、うん、うん、あんで奥のあそこにあるのがあれ、あの蜂の巣箱らしくって、デザートピザのリンゴと蜂蜜も自家製だそうです。これも楽しみですね。ちょっとお腹のスペースを考えて食べないといけません。来ました、生ハムとモッツァレラチーズのピザ。大きさ的に私の手と比較してこんな感じですね。あ、こんな感じです。あ、これならええペースで食べれそうですね。ただ混んでくると焼き上がるペースがちょっと時間かかるみたいなので、うんうん、あのテンポよく頼まないといけないですね、うん、それがこちらの玄米ボールのおにぎりがもうむちゃくちゃ美味しかった。どうですかこれ、うんうん、なんか美味しいよね、うん、噛めば噛むほど味が出る、うん、美味しい。あの無口に食べてしまいました。このピザ生地がね、全粒粉ですかね、これ普通にスーパーで売ってるやつとかと全然違ってね、噛めば噛むほど旨味が出る。チーズの部分もものすごい美味しいよ。はい、どうぞ召し上がってください。いや、うん、どう、なんか生地が違うよね、このバンズの部分が違う、このこの裏のこの感じんで、やっぱり食べやすいからこれは5枚いけるね、うん、いけるいける。これはちょっと次頼んでみましょう。これフキと、うん、あのえのきですね、ピザ。なんていうかね、このバンズの部分が美味しいから、うん、この食材とどう合うかにすごく興味がある。いきます、いただきます。あのね、内釜のね、釜のいい匂いとね、食材が合うのって、ワピザ。これはね、雑穀米にね、これかけて食べてるような雰囲気でね、まあ、ものすごい美味しいね、香りが良い。ぜひ、どうぞ召し上がってください。とても色つやのいい、あー、かわいい、おとなしい。ハンモックもあります。そして、あー、こわ、ミツバチめっちゃいてる。これは近くまで行けないね。ハチの巣箱だそうです。ハチミツとリンゴのピザ、うん、あ、どうも、はい、何茶ですか。ヤソウ茶。ヤソウ茶です、はい、はい、ありがとうございます。ドクダミとかシソをベースにしてドクダミとかヤソウが、 ありがとうございます。あ、これめちゃくちゃ美味しい、飲んだことない味。では、あのちょっとデザートピザが先に来てしまいましたが、行ってしまいましょう。5月の、あの、あれなんで香りが強いらしいですね、蜂蜜の。いただきます。うん、これね、むちゃくちゃ美味しいやつですね。アップルパイのもっとさっぱりした美味しい版って感じ。あのリンゴの酸味がね、とてもよく蜂蜜と合ってますね。これむちゃくちゃ美味しいですわ。
来ました。小豆でのピザなんですけど、これホイップが乗ってるところがなんかちょっと今までと感じちゃいますね。小豆？小豆のメニューを取っとかなあかんかったね。あ、ホイップが。デザートピザやね。あ、そうですそうです。小豆のピザですね。ではちょっといただいてみたいと思います。はい、こんな感じですね。あ、これね、不思議な感じするね。このパンがね、甘すぎないからね、ちょっと初めてな感じ。この小豆、黒糖やわ。黒糖小豆って書いてた気がする。これね、ものすごい合うわ。これありそうでなかった味。黒糖と しっとりした小豆の味と、このちょっとだけホイップ、うん。うん、これはね、ものすごい美味しいですね。ちょっとなりました。バナナとチョコとシナモンのピザです。シナモンもいい香りしますね。うん、いい香り。ではいただいてみたいと思います。いただきます。うん、王道ですね。あの甘く焼き上がったバナナといい相性です。これ間違いないやつですね。美味しいです。どうぞ。いや、実にあの、なんだろう、料理の味もさることながら、この全力で子供が駆け回ってる姿だとか、あの忘れ去ってたようなツバメが餌をやってたりとか、うん、忘れ去ってたような子供の頃の風景を思い出してましたね。うん、井戸の跡とかってね、うん、あったな、そういえばっていう感じ。もう徒歩2分ってとこですね、ここバス停。うん、そうやね、はい、道草から徒歩2分。いい場所なんですけど、この恐ろしい秋っぷりが、うん、あのあれなんで、うん、ここに合わせてくるのがいいかなと、うん、今15分ですので、うん、22分。テコでも乗りたいそうです。20分もあんねやったら走ろかにはならへんそうです。まあ乗ってみましょうかね。